はい、こんにちは、ビッグボーイです。では今回から新しいゲーム久々にやっていきます。ホラー系統の FPS、ストーカーシャドウオブチェルノブイリというゲームをやっていきます。このゲームは2007年に発売した PC 専用タイトルで、タイトルにもある通りチェルノブイリ、ロシアのその、まあ、原発事故とかあったりしたチェルノブイリ周辺で描かれるストーリーです。でストーカーシリーズは全部で3部作になってて、これが初代にあたる作品で、その次にクリアスカイという作品があって、最後にコールオブプリピアチだっけなっていう構成になってます。でこのゲーム発売当時は延期相次いだりで、発売してもバグが多かったりというゲームだったんですが、モッドが結構活発で、今これもすでにモッドが入ってるんですけど、ある日本語字幕に加えて様々な、まあ、修正だとかバグ修正、あとは追加要素だとかが入っている、この SFPS スペシャルフリープレイストーリーモッドというものを使って遊んでいきます。このモッドね、日本人が作ったっていうねモッドでね、結構便利な要素の追加とか多いんで、これで遊んでいきます。それでは早速やっていこう。難易度は多分ノーマルと思われる。これで этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится.
А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Ну чё стоишь? Подходи, я не кусаюсь. てなわけで始まりました。モッドによって、本当はこのゲーム英語、デフォルトは英語なんだけど、まあ舞台がロシアなので、ロシア語になってます。で、簡単に話をまとめると、この主人公は記憶喪失状態で、なぜか死体だらけのあのトラックに乗せられてて、で今助けられたんだけど、ストロックっていう人物をね、殺せっていう命令がなぜか与えられていて、それが何で与えられているのかも本人は知らない。主人公の名前はマーク・ワンっていう名前で、通称マー君って呼ばれてるらしいから、マー君って呼んでいこう。この人ね。で、ここにちょっとした説明書きの紙が。まあその原発事故だとかの影響で生まれたこの地域がゾーンっていうところで、まあここはそういう放射能絡みで変異したモンスターだとかいろんなものが出てくるから危険な場所なんだけど、まあいろんな心得が書いてあります。銃は手放すな、当たり前だね。十分な食料を持っていけと、睡眠も十分取れ、酒に飲まれるな。そう、ロシア人って結構あの度数の高いウォッカとかね、バカ飲みしちゃうから気をつけないとね。で、ロシア語読みだとこのストーカーって文字は、スタルカーって言うんだっけな。なんかストーカーって言ったらなんか誰かを追い回すみたいな変な表現に聞こえるかもしんないから、これからスタルカーって呼んでいこう。で、ブローアウトには気をつけろ。これはモッドで追加されてる要素で、時々そのひどい嵐が発生して空が真っ赤になるから避難しようということね。と、検知器を使え、危険なモンスターとかアノマリーっていう謎のモンスターもいるから気をつけようっていうのと、ニュース配信システムを活用しろっていう感じ。はい。で、この人はまあ、выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю.Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. トレーダーのシドロビッチ。というわけで、マー君、まあ、記憶を失ってるってことだから、とりあえず任務をいただこう。Есть дело, меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. Его надо найти и забрать информацию, уж живого или мертвого, мне все равно. Сходи к волку из местного лагеря, расспроси его, наверняка он знает, где тот может быть. ニンブルというスタルカーを探してほしい。フラッシュドライブに入ってるはずの情報が欲しい。この人を探してほしいということね。はい、必要なのはフラッシュドライブを持ってくること。はい。分かった、やってみよう。会話は基本的にこんな感じで進んでいきます。待って、急ぐな。お、拳銃と弾薬と水をくれる。これはね、モッドを入れないとねもらえないです。この辺結構親切になってる。あざす。というわけで、はい、どうも。ノー、ウダチネアホテスタルケル。はい、ここがゾーンです。出てきた。マップ。マップを開くと、まあこんな感じで。2012年1月1日になってるね。今、コルドンっていう場所にいて、このゲームオープンワールドなので、まあ、こんな感じに自由に歩き回ることができます。ゴミって地域があんな。ザ・ダークバレー。で、北の方に行くと、プリピャチがあって、で、このチェルノブイリ NPP っていうのはね、原発のことです。確か、多分。で、インベントリーと、重量とかの要素もある。あ、で、そうそうそう。この辺はちょっとだけ遊んだからわかるんだけど、
まあ、シドロビッチトレーダーなので、あ、間違った、このなんかドガンドガン言ってんのなんだ。トレードってやったらまあいろんなもの持ってます。ただお金がないから買えないけど、 AKM とか、まあ AK とかね、まあ AK はもうロシアといえばもうおなじみだよね。あとなんかカップヌードルがね売ったりしてんね。ジャケットとかこの辺結構豊富に売ってるから、お金貯めたら欲しいな。ブラタン、ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Ну, проветришься, заходи. はいはい。で、双眼鏡とかあったり。で、ハンドガン。とりあえずハンドガンとかをもらった。で、ここにトラックがあるんだけどね。無印だとね、トラックとかね、乗り物があってもね、乗ることができないんだけど、このモッドによって乗ることできます。で、エンジンもかけれます。まあ、今は乗んないけど。でまあ、このゾーンと呼ばれる、このゾーンと呼ばれる地域、いろんな勢力とかもあったりするんで、仲良くなったらまあそれなりにいいこともあると。まあ、逆にね、最初から殺戮満載で行くこともできちゃうから、まあ、その辺は自由と。こんにちは。ボスがあんたを探していたぞ。いや、こういう人たちになんか、尋ねたりして情報を得ることもできると。この人は何も知らないから、またな。何の、お、この人がウルフ。何のようだ。ニンブルという男を探している。ギター音。バンディットに襲われたらしい。バンディットっていうのは、まあ、このゾーンの地域にいる、いわゆる、レイダー、ゴロツキさん。部下を助けに行かないのか。ぶん殴ってやりたいところだがな、実際打つ手がないんでね。うん、あの花垂れ連中と蹴りをつけてくれるのかい。俺一人でできると思うか。あんた一人じゃ無理に決まってるだろう。偵察に送ってる人たちが先にいる。一緒に行けばなんとかなるだろうと思うがね。オッケー、やってみよう。Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. はい、というわけで援護に行ってあげよう。任務。まあ最終目標はこのストロックという人物を殺せってなってんだけど、まあ不明。消息は。とりあえずはこのシドロビッチからの任務をこなして、自分の記憶、自分が記憶喪失になってしまった手がかりを探るとともに、このゾーンを傭兵として冒険していくというのが、まあこのゲームの趣旨です。コーラがある。この辺も拾うことができる。まあ食料大事だからね。で、まだここの人たちとはあんまり仲がいいわけではないので、銃向けたまま近づいちゃうと、この人じゃなくて、そうだな、例えばこの人とか、武器を下ろせって言われちゃうので、下ろしてからお話ししようよってなる。またな、なんか別れるたびにまたなって声高々に。で、あ、こういう人たちともトレードできるんだ。ギターはもらってもしゃあないけど、まあつまりね、殺しちゃえばタダで手に入るってわけだ。殺さないけど。それじゃあ早速任務。確かオプションからレティクルに距離を表示ってやれば、目的地までの距離が出るはずと思ったらマップに出てたね。うん、OK。さて、行きますよ。
なんかこういう荒廃系ワールドといえばメトロとかフォールアウトが類似してるけど、その中でもこのゲームはまあなんだろう、原点と言うべきかな、割と昔に出たものなので。お？ヘリ飛んでる。お？Помоги. Дай аптечку, пожалуйста. А, ксо, идти, синжимаю. Икитеру нока. Окью китту окуренай ка. Возьми с трупа аптечку. Не могу дотянуться. Штай о сагасун да. Хай, хай, хай. Оо. Я не доползу. А, ёппаратте да. Дай аптечку, пожалуйста. Охо-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 хо. Брат Саккер ты нанда? Помоги, брат. А, хай-хай-хай. Возьми с трупа аптечку. Турец, таскайте агио. Я не доползу. Коре медикитто дешо. Штай га таоретеру. Де, сакки но Ульф те хито кара не. SKS カービンをね、いただいております。この辺の説明も見れるのがいい。死体を引きずることもできるの。おーい。おい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 。なるほどね。あるよ、ここに。使ってくれ。Спасибо, меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. そうそう、こういうことをしたらどんどん仲良くなれると。で、武器は装備してるね。これだ。で、雨が降ってきた。あー、なんか狂犬みたいのがいる。で、あそこに人がいるけど、まあ、このゾーンという地域でね、どんなことが起ころうとも、どんなモンスターに襲われようとも、どんな現象に遭おうとも、すべてゾーンだからという理由で片付く。なんか今すんげえガクってなったけど。Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. はい。敵はどのくらいいるんだ ?7 か8。ゲート分けに2人。おそらくそこにニンブルという人物が捕らえられているから助けてあげる。で、一人で行くかみんなで行くかっていう選択肢があるけど、ここはまあみんなで行こう。このゲーム結構戦闘とか難しいって聞いたんで。ムジキ、トゥトゥークプリスラナンパドモグイプリカスアタカワチタクシトゥフピリオッギロイストワチ。ライトもつく。なんかこういう地域で雨降ったらなんか放射能とかすごそう。たまにこのゲームガクってなっちゃうんで、そこはごめんなさい。で、今早速中に見えたぞ、敵。横から回ってこう。から入っちゃうか。一応リーもね、いた。あと敵がね、倒れたかどうかはちょっと分かりにくいです。ちょ、ライトつけよう。こっちか。よし、まだいんね。
なんかちょっと見えてるぞ、あれ。敵か、あれ。いた。なるべくダメージを受けたくない。あ、いた。 OK。 かっこいいな、この武器のリロード。ファブリックを奪取。Выдвигаемся на исходные позиции。Конец связи。これはなんだ。この辺は死体調べて、どんどんいろんなもんもらっちゃおう。ウォッカね。こういう人たちみんなウォッカ持ってんのか。コカ・コーラも持ってる。缶詰。この武器は、ほほ、おお、モシンナガンだ。ただ、ああ、武器スロットはまあこういう感じで、領域型だから、まあ、領域が許されれば、たくさん装備できると。モシンナガンゲット。かっこいい。ちょっと、死体を。探ろうか。タバコ落ちてる。あれ、これ丸ボロじゃん。死体を引きずることができるってことは、今後そのサプレッサーとかが手に入ったりしたらステルスもできなくはないのね。ニンブルって人いるな。あ、この人じゃないか。Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. 助かったよ、相棒。で、聞いてくれ。お前がトレーダーに渡すはずだったフラッシュドライブが必要なんだ。持ってるか。持ってた。囚われのスタルカーのフラッシュドライブ。で、あんたどこに隠してたんだ？おおおほほほほほほ。まるまるまるの方に隠していたわけじゃないからな。うん、わかるよ。で、化け物連中もいる。まだなんかあるのね。OK。調子はどうだ？この辺の話はもう尋ねれば尋ねるほどいろんなことが聞けるんだな。はい。ああ、で、仕事とかも受けれる。まあ、この辺は全部保存されていくからね。ミッションどれをトラックして自分がやるかはまあ自由なんで。OK。まあ、こんな風にね。こっちはまだトラックしようがないけど。で、あ、コカ・コーラ。コカ・コーラ満載だな。あ、あれ、これ空いてる。酒も満載だ。とりあえず遺品は、回収させていただきたいけど何もない。で、今これ、グループバンディットってなってて、関係敵対ってなってるけど、もしかしてこれバンディットと仲良くなることもできんのか。開いて。ああ、痛くはない。右にあるゲージは多分これは体力とあとスタミナ。はしごにも登れる。まあ、ここは特に何もない。落ちた。ギター弾いてるし。死体片付けようぜ、とりあえず。よしよしよし。あ、たよし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 。焚き付けには素晴らしい。それじゃあ、雨降ってるけど、フラッシュドライブを届けてあげよう。暗いな。あ、いて。何？あ、これがね、アノマリーだっけな。
アノマリだったかも。突然ね、襲ってくるんだよ。さあ、とりあえずドライブは持ってきたぞ、シドロビッチ。雨がすごいから入りたい。Хабар принес. ご機嫌いかがかな、マー君。問題解決だよ。で、あるよ、ドライブも。よし。あ、お金もらった。で、まあ、どんどん任務受けていくか。メチュネイ。Я тут поразмыслил на досуге и хочу тебе кое-что предложить. Тебе по большому счету нужно искать своего стрелка, так ведь? まあそうだね。とりあえずストロックという人物を見つけたい。В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там нетронутые, прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь, а заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я узнаю... Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Тогда слушай. О. Мы с другими торговцами хотим открыть. Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре Сторинген. Координаты я тебе скину. Все ясно. ちょっと会話が長くなっちゃうんで、少し飛ばし飛ばしにもするけど、まあ、双方の目的を達成するために。両方得するよう働こうっていうことだ。シドロビッチのことを手伝ってあげて、シドロビッチもストロックについての情報を探してくれる。で、俺たちは北への道を開きたい。ゾーンの中心部への。で、ストロックはもうすでに北の方角に行ってるらしいけど、どうやって忍び込んだのかわからない。アグロプロム研究施設。ほうほうほう。何か重大なものを掘り出したと。で、それがどっかに保管されてるから、それがどうしても必要であると。軍の資料を探せ。Пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад и через пару километров выйдешь к агропрому. И будь осторожнее, на свалке сильная радиация.Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи. Хо-хо-хо. Ма, ここが放射能ですごいことになってるってのは分かったし、ま、放射能薬剤が必要だってのも分かったけど、ウォッカってのは、ウォッカは何か意味があるのか。はい。おお、あ、ごめんなさい。他で聞け。ごめんなさい。この辺はいろいろ尋ねることができて、武器の修理とかしてもらえる。お金がない。現在お金1500。RU ってのはなんだろう。ロシアドルなんかじゃないよな。あ、この状態ってのが多分その耐久度だね。あ、でもさ、このモシンナガンさ、すんげえ高価で売れるけど。っていうわけではないな。単に価値がこんだけあるよってだけが。え、なら敵からもっと拾ってくればよかったな。ブラタン、ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Ну, удачной охоты, сталкер. どんどん敵から武器とか剥ぎ取っちゃって売ってやれば、自分の欲しい武器を買うことができるね。で、ここから北に行かないといけないんだけど、いろいろと越えないといけない場所が多いと。はい、まずはこれだな。場所は
今コルドンにいますと。ジャーニーマンに会え、旅人に会えってことかこれ。でそのギャーバジーゴミ地域はここね、ここを越えてまあどんどん北を目指さないといけない。よし、それではストーカーじゃない、スタルカーでこれから呼んで統一していくんだ。スタルカー今回ここまでにしよう。いろんなミッションとか勢力とか現れると思うけど、とにかくまあ主人公記憶失ってるんで、これからゾーンを放浪しながらミッションこなしていきたいと思います。じゃあ第1回目今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。